どうも、高野今武雄です。今日もよろしくお願いします。今日はジュラ、アイロブジュラ飲みます。アイロブジュラはね、以前ね、多分、一度か二度は動画、もうずいぶん前にやってると思うんですけど、定番品の方ね。定番品はですね、12年とか、10年。っていうのがありますね。10年の方が、まあ、フラッグシップなのかな。だいたい3500円とか、まあ、4000円までいかないぐらいで、今も普通に買えます。まあ、非常にシングルモルトとしては、お値打ちというか、値段もね、まあ、安い方に入ると思います。アイロブジュラっていうのは、ジュラ島というですね、スコットランドの分類で言うと、アイランズ、島の方に入りますね。そして、アイラ島のすぐ近く、ということで、まあ、アイラの近くだったらまたピートかというイメージも湧くんですけど、非常にアイラとは全く違う、地質で、しかも、アイランズの中でも、ちょっと違うなって感じなんですよ。どう違うかっていうと、まあ、基本ノンピートなんですね。まあ少ないですけど、55BPM の、ピートの炊かれたウイスキーも、少しだけ作ってますけど、基本全部ノンピートです。そしてね、ポットシューの、おかげとも言われてるんですけど、非常にクリーンでライトな脂質。ポットシューが8メートルもある。でっかいポットシューが4基あるのかな。初流2基、再流2基たちだったと思いますけどね。その非常にでかい、ポットシューのおかげで、クリーンでライトな脂質で、非常にすっきりしたフルーティーさが、味わい的には、僕が捉えてる感じでは、そういう感じなんですよ。すっきりした。ライトな、ノンピートで飲みやすい、フルーティーなウイスキー。そして、今日はですね、その中でも、カスクエディション。まあ、いろんなね、樽で、フィニッシュ、香熟ですね。熟成させた後に、最後何ヶ月とか1年とか別の樽に詰め替えて、熟成を行う、香熟フィニッシュって言うんですけど、そのシリーズの中で、レッドワインカスクフィニッシュです。はい。いろんなね、フィニッシュがあるんですけど、僕一番これが気になったんでね、これにしました。なんだこう、ジュラのね、非常に飲みやすく美味しいフルーティーな脂質で、そこにね、レッドワインのフィニッシュが加わるとなると、飲まずにはおれんでしょうということで、700ミリの40度。今ですね、だいたい安いところで4500円台。まあ、4500円。もうちょっとするかな。5000円しないぐらい安いところで、今、安いところで5000円切るぐらいですかね。で、大体5000円から5500円の間で、買えると思います。はい。開けます。ね、やっぱワインカスクフィニッシュ美味しいですよね。ワインカスクフィニッシュあって、ワインカスクの熟成自体が美味しいと僕は思います。大好きなんです。はい、コルクがかなりしっかり、がっちり入ってますね。やっぱりあれですね、色合いも、まあ、バリバリシェリーダルというほどの色はないんですけど、まあ、やっぱこのワインカスクの影響、赤ワインカスクですからね、影響も受けて、しっかりちょっと色合いも、ちょっとついてる感じですかね。はい。ということで、ストレートと加水して、置いておくと、
ストレートからです。あ、香りはいい香りですね。わあ、すごい。あ、もう見事なぶどう感ですね。うん、香りはもう本当にすっきりしたぶどう感で、奥にね、ちょっと柑橘を感じるぐらいですかね。そんなにね、濃ゆい甘さは来ないです。はい、いただきます。ジュラですよ。非常にライトテイストな、フルーティー感ですね。ライトテイストがフルーティー感っていうところがポイントですね。40度なんでアルコールの引っかかりもないし、スーッと入ってくるんですよね。でもね、しっかりね、フルーツ感があって、特にこのボトルは、やっぱレッドウェンカスクフィニッシュっていうところで、僕は結構ブドウ感強く感じますね。味わいもそんな感じです。アイランズなんですけど、塩っぽくもないし、なんかもうどちらかといえばね、地区別で言うと、ハイランドって言われてもわからないぐらいの、おいしさというか、フルーツ感というかですね。そんなにね、フローラルっていう感じはないんで、スペインサイドよりもハイランドよりかなっていう、まあ、地区で言うとですね。まあ、大雑把な分け方なんで、なんとも言えないですけど、でもやっぱり、島のウイスキーとしては、ちょっと、すごい、特徴的ですよね、このライトさ。ああ、ちなみに、ジュラ島っていうのは、ゲール語、昔のスコットランドの言葉で、鹿の島、鹿ですね。ああ、まあ、グレン・フィリップの、鹿ですね。という意味で、今ね、人口は200人足らずらしいんですけど、野生のね、鹿がね、5000頭だったかな。めちゃくちゃいるらしいですよ。本当にね、鹿の島ですね。そういうところで作られる、このジュラ。ちなみに、アイロブジュラの蒸留所は書いてありますけど、どういったかな。1805年でしたかね、創業が。1810年。なんですけど、密造酒のね、時代からもう1500年代から、蒸留はしてるという話もあるぐらい、まあ、非常に古くからある蒸留所ですね。まあでも1810年って言っても200年経ってますけど、そのうち50年ぐらいはね、操業休止してたらしいです。まあ大体他の結構多くの蒸留所と同じく、やっぱりこのウイスキーがね、またブームになってからのこの90年、2000年以降っていうか、そういうところからやっぱり割と本格化というかね、あ、いいじゃんかあるんですよ。でもね、そういう感じかなと思います。美味しい。飲みやすいです。このライトな感じが、加水で、たまった香りとかどうなんでしょうね。なるほど。ふわーっとぶどう感が、ぐわーっときて、終わりました。やっぱりね、香りもすっきりですね。たまってっていう香りが、ワインダーの香り。いただきます。これね、40度なんで、加水しないでも、入れてちょっとスワリングして蓋しておくだけで楽しめそうな感じですね。まあ、加水しても美味しいですけど、特に加水したから味わいがどうっていうのはちょっとあんまり、さらに飲みやすくなったって感じですかね。余韻もほんとね、短いです。スーッと消える感じの。赤、
ワインブロってですね。で、オンザラップで出ましょう。では、アイオブジュラン、レッドワインコスフィニッシュ。オンザラップでいただきます。これはね、ロック美味しいですね。あの、ぶどうの甘さっていうか、フルーティー感が、ロックにすることによって、後味でこう、ビターさが上がってくるんですよ。そのビターさに引き立てられて甘みが、よりよく感じられますね。そして、やっぱりこの飲みやすさ。すっきりしてます。フルーティー感なんですけど、すごくフルーティーなんですけど、そんなにこう、なんていうんですかね、フルーティーな甘さといえばやっぱペドロ・ヒメネスだとか、今パッと思い浮かび出しますけど、まあ、ちょっとその辺とはもう全然対極にあるような、またね、グレン・フィリック、グレン・リベットのような、その青リンゴとか、あの辺のフレッシュな感じともまたちょっと違う、あの、ジュラの定番品は割とちょっと、そっちの方のあの、リンゴ感とかの、ね、フルーティーさもあるんですけど、このレッドラインガスクビニッシュ、これはね、そのもうリンゴ感とかじゃないんですよね。ベースにあるんでしょうけど、レッドワインのカスクフィニッシュがかなり効いてて、スーッと入ってくるライトなブドウ感っていうことですね。それがロックになると、冷えて甘みが引き立つっていう。冷えて、やっぱストレートの方がいいなっていうのもあるんですけど、このボトルに関して言うと冷えた方が美味しいかもしれないなとちょっと思ったぐらい、甘さが引き立つ。ではハイボールもしてみたいと思います。はい、ということで、アイドブジュラ、レッドワインカスクフィニッシュです。ハイボールでいただきます。ライトな、飲みやすいハイボールですね。ぶどう感がやっぱり光ってます。赤ワインカスクっていう感じですね。ただね、やっぱね、ここまで酒質もライトで、余韻もちょっとね、そんなに長くないとなると、ハイボールは濃いめの方がいいですね。これね、どうなんだろうな。あまりウイスキーを飲み慣れてない方に、ワインの樽で熟成してるんだよっていうので、ちょっと飲んでもらうハイボールとしては、これはいいかもしれないですね。飲みやすさは抜群です。ね。まあ、いいかもしれない。しっかりね、ワインダル感もあるし、そんなにね、がっつりは、やっぱり、ハイボールまで来るとないんですけど、まあ、ちょっとこのアイロブジュラ自体の入門編としては僕はやっぱ10年おすすめはするしますけど、ちょっとね、樽を使った変わり種っていうかね、まあ、バーボンダルだけじゃないよっていうところで、赤ワインの味わいっていうのをこう感じられるライトなハイボールっていう意味合いで、これはこれでやっぱりいいですね。普段から飲み慣れてる方は、
ハイボールは濃いめがおすすめですね。ちょっと今正直ね、普通の分量で作ったんですけど、味はやっぱり弱いのはあります。やっぱジュラだなーって感じですね。ハイボール麦、通常の作り方では、ちょっとハイボールにするにはボディが弱いのかなーっていう気が若干しましたけど、6個は美味しかったですね。あまりね、水がね、溶けすぎないところで飲んでしまうのがやっぱりポイントなのかなって気もしますけどね。はい、ということで、今日はね、僕も前からちょっと飲んでみたかったんですよ。この、アイドムチュラのレッドワインカスクフィニッシュ。カスクフィニッシュがね、出てる中でも、僕はちょっと、やっぱり、これ気になったんで、これを選んでみました。ストレートロック、美味しいです。ロックが一番僕は好きかな。ワインダルの甘みが一番引き立つなーって感じがありました。非常にね、ライトで飲みやすい酒質なんで、どうでしょう。シングルモルト入門としてもいいんじゃないかなと思いますね。シングルモルトの中でもですね、日本でもね、ある程度人気ですけど、スコットランドでは結構上位人気、ベスト3とかベスト5に入るぐらい売れてるらしいですよ、ジュラは。だからやっぱり飲みやすくて気軽に飲める。値段もね、高くないし。っていうところがあるんだと思います。そういった意味で、ウイスキー、まだ飲み慣れてないよっていう方のシングルモルトにも、いくつかね、候補はありますけど、その中の一本に入れてもいいなと思います。通常の10年から入るのが、ベターだと思いますけど、こういうレッドワインカスク、赤ワインの樽で熟成してるんだよっていうのがね、ちょっと味わいからもわかるような、ほんのりブドウ感漂う感じ。ぜひ皆さんにも味わってもらいました。はい、ということで、たくの今、たけを毎日こんな感じでね、いろんなウイスキーやお酒で遊んでおります。メインがウイスキーでいろんなことやりますんで、ウイスキー好き、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ、楽しみましょう。はい、じゃあ今日のたくの今はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。